はい、この状態、この状態。よいしょーん、ポン。ということで、私です。ということで、今回作るのは豆腐のピザ風グラタン。これね、超簡単。もう最近難しいのばっかりやってるでしょ。そういう時期もある、そういう時期もあるからこそ私は生きているんです。ということでやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず豆腐、絹豆腐が 150g、 ピザチーズが 40g、 ハーフベーコン 35g ぐらいあるかな。で、ニンニクが1かけ用意してますけど、本当に少しだけでいいです。あとは概要欄に調味料書いてありますので、そちらよろしくお願いします。飲むか飲まないかと言われば飲むに決まってるでしょ。でもね、この僕の飲みシーン8割の方が飛ばしてるらしいんで、もうここは自由時間だから、ウェーイ。もうどうせ誰も見てねえから、イエーイ。調理シーンだけまともにやればいいから。たまにはもうダバザヒボリ飲みましょうか。やりたい放題やんけ、ウェーイ。じゃあいただきます。乾杯。あ、うまい。やっぱ焼酎すげえ。アルコールが好き、アルコールラバー。じゃあもうね、これ一瞬で終わっちゃいますからね、皆さんね。で、ベーコンはね、細切りにします。細切りっていうか、短冊切りみたい。豆腐をね、ちょっと崩して器に入れました。ここで耐熱皿に入れてるんですけど、全然耐熱皿なくてよくて、こういうちっちゃいカップみたいなのがね、あのマグカップとかでもいいですよ、全然。はい、じゃあマヨネーズ大さじ1杯で、ケチャップ大さじ1杯。僕のいつも作る簡易ピザソースはこのケチャップとマヨネーズ同量で、そこにこれだけだと味がね、ちょっと足りないんで、コンソメ3分の1入れてください。小さじで入れたら黒胡椒、まあ一つまみでいいんじゃないかな。パラパラ、ここにこれ入れるとね、ちょっとパンチが足りないんですよ。ニンニクをね、おろしていきます。これね、全部やっちゃうと多すぎるんで、まあ3分の1とか半分ぐらい混ぜると簡易的なピザソースができます。混ぜたら調理、混ぜたらここに入れていきます。はい、これがピザソースになります。で、絹豆腐も水は軽く切ってますけども、全部は切ってないです。それはね、全部切らなくても大丈夫、ソースの味がしっかりしてるから。そしたらここにベーコンだよね。ベーコン入れます。これベーコン入れるときもね、大体うまいんだよね、ほんとに。そしたらここにピザチーズです。ここにパラパラとかけます。はいはい、この状態、この状態で、この状態で大体の方オーブントースターにかけると思う。別にオーブントースターにかけてもいいんですよ。オーブントースターかけてもいいんだけど、このままラップせずに600W30 3分20秒チンします。ね、これトースターがない、あなたの家でもバッチリできます。3分20秒、チン。じゃあこんな感じになりました。見て、めっちゃ美味しそうなホワイトソースになってるでしょ。これマヨネーズとケチャップ合わせるとこんなことになるんだよ。で、ここにね、パズリ、パラ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 、はい、黒胡椒でございます。さっき入れたっけ、ラクペッパー。まあいいや。もう完成しちゃった。レンジでできるピザ風グラタン。それでは、いただきます。うめえ、これ本当にピザの味する。ベーコンはたっぷり入ってるから肉感もあるし、めちゃくちゃうまいね。ちょっと待って、あ、白どこ行った。白、こんな簡単でこんな安いのにこんなに優雅な時を過ごしていいですかね。あとタバスケね、ピザって言ったらタバスコね。やべ、これめっちゃうまいじゃん、これ VV! ビールもいいな。どうせこの画面誰も見てないから、ごめん、ビールだった。うまいな、これ誰考えたこれ。シェフよ。じゃあ、ピザ食べたい。よいしょー、いただきます。あー、ピザ、ピザだね。豆腐からの水分も出てるから、マイルドな仕上がりになってる。マイルディ、マイルディからのワイルディ。ちょうどいいね、ビールに合う。今日だいぶ仕上がってる。まあこれぐらいがいいよね。これ以上いくと嫌われるからみんな。じゃあこのピザ風グラタン最高に美味しいので、ぜひ試してみてください。
じゃあピザって10回言って。ピザ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 。じゃあこれは胸。いやいや、下げくず。手間をかけることが料理の全てではないんですよ、皆さん分かりますか。やっぱりね、手軽にどんだけ美味しいものを食べるかっていうのも世の中に必要なんです。料理っていうのは2つあるんですね。趣味の料理とね、家庭で作る実践的な料理、2つがあるんです。はい。で、趣味の料理っていうのはどういうことかっていうと、やっぱ手間をかけてどんだけ美味しいかを求めるレシピですね。それはね、マジで趣味の料理は本当にもうこれだけ言っときますけど、まあ趣味の料理であれば手間かけるのが美徳とするならば、多分他のね料理 YouTube ね、いろんなシェフの方もいらっしゃると思うんで、そういった方々の見ていただいた方が全然いいと思います。ただ生きる上でどんだけ美味しいか食べたいっていうような実践的な料理になるんであれば、多分ねこのチャンネルはね割と有用だと思います、本当に。なんでかっていうと、本当に僕が家庭で作ってるからです。はい。家庭っていうか僕が生きるために作ってるレシピを皆さんに公開してるんですよ。はい。なんでかっていうと、これ僕が実際食べてるレシピなんですね、家で作って、うん、お店で出してるレシピとかじゃない、僕が生きてるレシピなんですよ。だから信憑性あるでしょ。